お疲れちゃんです、ラットです。だけど今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、こちらホグライダーを極める企画、3日目でやっていきたいと思うんですけども、ですね、ちょっとゴブドリがね、マルチでやっぱね、めっちゃ流行ってるんですよね。ゴブドリめっちゃ流行ってて、ナイトでね、やってたんですけど、あれ勝てない。なんかすごいぐらい勝てなくて、ちょっとバルキリーに今回だけ浮気させてくださいというわけで、バルキリー型でね、やっていければなと思います。で、今日のテーマなんですけど、ロケット星をできるだけ延命しましょうねっていうようなテーマでやっていきたいと思います。スケアSP、そしてバルキリーを使って、まあ、ロケット星に、例えば、ローリングバーバリアン、相手がね、転がしてきた時だったりだとか、まあなんかこう、いや、今の延命できるんじゃないかっていうような状態でね、なんかこう、簡単にやられたりしないように、まあ、ロケット押し大事にっていうのを今回テーマでやっていければなと思います。やっていきます。よろしく。俺ら最強、ゆうたさんです。よろしくお願いいたします。でね、アイスピュットで無限に削ります。そこだけは変わらない。で、これは、テスラとかで受けてもよかったかもしれないんですけど、まあまあまあ、ウッドだけでね。はいはいはい。で、今回、スケバレー、皆さん、察しました。僕は察したんですけど、皆さん察しましたでしょうか。僕のね、大好物、そして大嫌いなな、ナンバーワン。これ、クローンでございます。いや、来ちゃったな。マジかい。来ちゃったな。これさ、言ってもいいと思う？いや、俺は言ってもいいと思うんだよね。これでもワンパンしたよね。ワンパン、ワンパン。ワンパン。ああ、いい、コウモリ。いや、でも、うちのロケホンはめっちゃいいよ。あ、キャッ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 。ナイス。いや、これ、ウッドを使わずに、オッケーオッケー、勝ったんじゃね？でも、勝ったんじゃねって思って、負けるのあるあるなので、マジで、こっからケツゴレだけでほぼスケバレ苦労されるだけで僕負けるんですよ。それがね、ゴレ苦労の強さなんですよ。いやー、こっから。で、このロケット星が矢の雨でやられるのはいいんですけど、このロケット星がホバとかにやられるのはマジでね、防ぎたいですね。っていう話。よしよし。そうそうそう。矢の雨でやられるのはいいんですよ。矢の雨でやられるのはいいんですけど、よし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 。よしよし。で、ここで、今みたいな矢の雨使ったら次のことね、ロケット押しで、まあ、気合で耐えたいねっていう話。オッケーオッケー。アイスピーいらんかったかもね。この受けで使いたかったかもしれないですね。いやー、まだですよ。2倍タイム入ってないですからね、皆さん。わー、すごい、すごい、すごいの来たな。すごいの来た。これ終わったんじゃね、俺。すごいね、来ちゃったな。あ、でもロケホ、お前、マジか。お前、まさか。神様。あ、待って、やばい、ロケホ、お前。もうちょっと頑張ってくれや、っていうね、感じで。これちょっと左側一本折っときたいよね。折っときたいよね。折れないよね、っていう話。あ、もう一発。なんでそこでやめるんだよ。いやー、えぐ。来るぞー。ちょっと高回転で回して。よし。まあ、これでね、なんとか。多分、これもね、守るのはね、無理なんですよ。理論上。このゲーム上無理なんですよ。だから、ここでもう攻めます。攻めて、一本押し。一本下ろさせて。やべ。うわ、テスラ。うわ。クエクのダメージってなんぼ？うわい！来た！いや、これは、ラッキーなのか？なんで勝った？いや、マジ無理っすよね。あ、無理だと思うんですよ。勝ったけどな。いや、序盤のね、ブッパー、めっちゃ良かったかもしれないですね。ちょっと奇跡的な勝利を収めました。さあ、来ました、ゴブドリですね。これが、今流行ってるから、今回ね、ナイトではなくバルキリーにしました。もうバルキリーだとね、受けが優秀なの、バルキリーだけで受けれるから。さあ、そして今回、ムートのドリル、まあ、神器デッキって呼ばれる、まあ、なんかゴーストとか、まあ、そういうね、ユーノとか、すごい陸で攻めるね、あとマジックアーチャーとかマザネックとかいたり、みたいな、まあ、そういう系のデッキだと思うんですけど、ちょっと嫌ですよね。さあ、まあ、テスラ最強なんで、テスラに頼りながら。
で、相手が多分ドリルしか施設がないので、ホグを飛ばせば、まあ一発は入るであろうって感じですね。まあ、ですが、相手陸受け枯渇みたいなデッキなんですよね。ダックプリー、ムーとユーノとかなんで、こういうね、この受けですらきついんですよ。こっちを受けてからの、こっちをスケとウッドで受けようか。で、これでね、普通にもうムートとか出されるだけでしんどいよねっていうので、まあ意外とね、もうバルキリー2、3体ないと受けマジで足んないんですけど、スケとかでドリル受けて、まあ上バルキリーかな。下にバルキリー使うと上がやっぱね、なかなか止まんないよねっていう。まあとりあえず、テスラ置いとこう。ちょっと低めにね。なんかもう一個上だと、ユーノとかムートで壊されるのがね、嫌ですね。さあ、ユニット出したタイミングで出すと、両サイドにね、コスト使わせられます。エレキ、もうこれはねいい感じに、いい感じにね。あ、待って、歩いて、なんで、おおおお、ユーノー、ユーノー、ちょっと下手だな。スケアイスピあたりのねユニットの使い方が非常に下手で申し訳ない。さあ、ここちょっと頭で受けて、これでもう過剰ですもんね、僕。まあまあ、テスラがどれぐらい、テスラがどれぐらい頑張れるんだっていう。いや、もうピンチ、もうピンチ、もうピンチ。待って待って、舞台になるやん、舞台になるやん、舞台になるな。あ、今日の課題、延命。まあ、ここはね、さすがに当たり前に延命していく。で、今、ロケット投資が残ってるから、いやー、舞台になっちゃうんだよな。テスラ置いとこ、低めに。で、延命できそうなところは延命。今日のテーマ。よい。で、ここは残ってるからホグライダーね。いや、いいね。いいね。いや、で、ファイボマー使わせたってことにすると、いいね。で、ここはまあ、ゴブドリ美味しくいただくクエイクね。よしよしよし。いや、流れは急に来てるね。まあ、今のクエイクってことによって、ちょっとだけエリクサがね。ピンチ。ピンチピンチ。で、バルキリーマジで2周ワンチャン回すっていう手もあんのかな。ちょっとドリル用に。お、おし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 。おし、ロケット押し、いや、奇跡的に残っていく。いや、おいしいおいしい。相手がね、今回防衛にね、今回ってきてますね。やべえ、これ以上はダメージ受けれねえっていうので、防衛でね。で、ここのロケット車もいらん。あ、待って、ミスった、なんや、この豚。おいおいおい、お前、勝手に出てくんじゃねえよ。マジかよ。まあ、俺が悪いんですけどね、ロケット押しと。で、端前来る。やばい、痛い、痛い。で、ここの、ロケット投資を延命しないといけなかったですね。で、ダクプリとエレキかな。よし、剥がす。いや、いいね。で、アイスピー、アイスピー、今のです。はい、皆さん、今のが良くないですね。今日しっかりやっていきましょう。で、ホグで受けつつの、ゴブドリか、ゴブドリ使わねえと守れない。で、ゴブドリ使ったので、まあ、ちょっとクエイクでね、稼ぎながら、攻めが来ないんだよね、ゴブドリ使ったら。いや、熱いね。いや、めっちゃいいよ。流れとしてはめっちゃいい。で、ちょっとテスラ欲しいな。あれってなんぼな、あれってダメージ把握が、スペルのダメージが、スペルのダメージがわからない。待って、やばい、マジでやばい、マジでやばい。マザイク？お、クイク？やばい、ファイブドール、ファイブドール、1、2、3、クエイクウッドのダメージがわからない。ちょっと、初心者すぎてごめんなさい、ほんと、クエイクウッドのダメージはね、ホグ使わなくても覚えとかないといけないかもしれないんですけど、一回確認しますね。クエイクが255で、ウッドがね、105だったので、360ですかね。はい、クエイクウッドの360削れますので、まあ結構削れるよねっていうので覚えておきたいですね。よろしく。さあ、クエイクオグな。いや、なんか、勝ててはいるけど、なんかここはこう、あれはああするみたいなのがはっきりしてないのちょっと難しいですよね。さあ、ユーノです。ペッカであったり、まあ先ほど当たった神器デッキのような可能性がありますね。さあ、ファイボー。これ読みザップとかちょっとされやすいかも。おい、怖いね。で、ホグ飛ばします。ペッカ？チキン？あ、トリトン言うの？いや、なんだろうね。あんま見ない。あんま見ない編成である。さあ、で、困ったらテスラ置きます。困ったらテスラで、よいしょ。すべてテスラで守っていく。いや、なんだろうね。
トリトンダックフリーのペッカの、ペッカのトリトン型とか、ゴーストの枠がトリトンになったペッカとかの可能性はまあありそうですよね。ホグ飛ばしたいな。さあ、もう一枚出てきたタイミングでホグ飛ばすといい感じにね、美味しくいただける気がする。そしたらロケット押し大きい生きる。これザップされるとやばいな。お、なんか言うのがバグったみたいになった。さあ、ここでエレキの竹も取りながら、いいバルキリーじゃないでしょうかと思うんだけど、アイスピーウッドとかでも良かった気がするね。トリトンがちょっと嫌だけど、まあ、ちょっと相手の敵はまだ分かんねえからな。さあ、アイスピーで削って、まあ、ダックピクリ来たからテスラ立てるよねって。立て剥がすウッドとテスラ延命のウッドですね。これすげえ、やっとくか。テスラなんか上手い人めっちゃ延命するイメージあるんですよね。さあ、ユーノ来た。で、あれアイスピードテスラで守れるのがいいよねっていう。うん。ホグ飛ばす。ユニットかぶれば美味しいけど。あ、これアイスピードタイミングちょっと遅いんだな、俺。さっきもこれあったな。さっきもこれは全く同じことしたっすよね。で、ここのペッカをホグで受けれるとよりいいんですよね。よいしょ。これテスラがめっちゃ強いから、よいしょ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 。こんな感じでね。雰囲気おしゃれにね。オッケーオッケー。これでホグも入るし、ペッカも抑えられるって。いいですね。で、あのエレキはアイスピだけでちょっと抑えたいで、テスラ耐えてるけど高い！テスラの位置が高い！初心者感すげえ出てる。うん、いいマザネク。うん、舞台いっぱい。あ、でもユーノがそこそこに活躍した。ナイス。いや、ホグ飛ばして、もっと逆サイ飛ばしてもよかったもん。かもしれないっすね。まあ、クエイク削りでもいいんじゃないっていう。よいしょ。で、ここでホグなんですよ。なぜ俺はバリキリを出した？さっきは。さっきあんなにいいホグを飛ばしたではないか。お主。まあ、クエイク削りでも勝てそう。で、またテスラを立てる。いや、いい位置ですね。テスラ大事に。テスラ大事に？マジで。戦略の。うん。いや、いい樽。さすがにいい樽すぎる。ここでもホグ行きたいね。で、ペッカで受けられても、ロケット押し残ってるのと、一発入れたいよねっていうアイスピ。いいね。いや、強いね。で、これクエクっていいんじゃない？コストちょっと使いすぎじゃねって思うじゃないですか。マジでそう。え？待って。うわ、マザネクちゃん。そっからのそれはエッチだよっていうね。よし。さあ、ちょっとね。受けがね。これ言うのはしゃあなしで受けましょう。耐える。いや、全然耐える。あーん。多分クエクいらないっすね。コスト使いすぎだった気がする。さあ、ホグ読みのペッカタン、マザーネクロタン。で、延命をね、したいんですけど、むずい。いいね。で、舞台になっちゃう。ああ、すけで延命しなきゃいけないけど、ちょっとペッカ飛ばしたいよねって。エレキ？さあ、エレキ取り飛んで完璧に抑えられるものの、いや、ここで延命！今日の課題全然できんすね、僕。で、ここはダメージ受けてよくて、あれ何やってんだ、俺。360だ。来た、クエク圏内。むずいね。分かってたいるし、意識してはいるものの、構えてないと全然間に合わないので、しっかり構えていきたいですね。よろしく。ロケット。ロケットリカ？まあ、ウッドアイスペで削るよね。ここはもう定番ですね。ここまでは、ホグ使いと一緒な気がする。さあ、高回転オールブレイカーって来たドリルですね。間違いなくドリルでケツボンバー。はい。いや、当たり前なんですよね。この、絶対ボンバー入ってる感。で、ここはまあ完封できるよね。まあドリルの、なんか、ニョキっていう生まれた瞬間ダメージの30はね、受けてしまうものの。で、テスラがね、マジで厄介なの。ホグ飛ばしても高めテスラで防がれるのに、ね、どうしたらいいんだろうっていう感じなんですけど。アイスピいらないんじゃないか。どうせテスラ壊れるし。さあ、で、まあテスラなんですよ、高め。まあ、ここまでは全然ね、悪くない。さあ、アイスピ削り。で、一応、ウォールブレイカーセパ用に、スケとかセパしてね。回転は早いよ。これ絶対来るな。
たね。よしよし。まあまあ、ここはね、守って、これ、ホグつなげたら結構いい流れだと思うんですけどね。逆サイクで、まあ、テスラも咲かせたら、まあ、コストトントンみたいな。いや、これ、クエク打ってよかったな、もう読みで。もっと高い位置に来ると思ってたんですよ。まあ、一発。さあ、SP。痛えな、あれ。いや、ファイスピー痛えな。いらなかったか、このスケ。まあ、ドリルで、ウォールブレイカー来るな。いや、いい、ウッディ。エッチータイミングのウッディでしたね、今の。さあ、マジでたね。なかなか、なかなかハードっすよ。バルキリーでもこうだからな。まあ、テスラ置いといてあげるか。で、相手の攻めぐらいと被せると、よりいいのかなと思います。いや、痛い。痛い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 。さあ、いや、痛いって痛いって言ってるやんけ。さあ、クエイクム打ってダメージ稼いでいきたいよね。でも、この高めテスラをね、多分テスラはこの高めにね、ニョキって生やしとかないといけないんですよ。っていうね、思いがあります。さあ、ウォールブレイク相手が飛ばさなくなってきたな。テスラ高めに置いときたいね。そしたら相手がテスラ低めにしか置けなくなるから。っていうね。いやー、すげえ後ろから来てんな。ちょっと捨てほぐします。で、テスラで守ってくれっていう。相手が高めに出してきやがった。逆に。よしよしよし。で、まあまあまあ。で、ここはロケット押しいるから行って、まあ、SP もとりあえず取るでしょ。いや、回転が早いから相手が追いついてない。だが、いや、ゴブリンが強い。もう振り。もう振りっていう。いや、でもこれは、テスラ。テスラ置いて。いいよ、いい、いい、来た。来た、来た。時代が来てる。いや、下か。下だとも思ったんだよな、ちょっとだけ。で、いや、ゴブリン痛いね。ホグ一発。これ2周目絶対入るな。絶対入るな。ファイブボーイか。一発。いや、いい、アイスピー。神、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 神。神すぎる、今の。さあ、テスラと、スケとウッドで耐えれる。テスラとスケとウッドで耐えれる。で、ここで、バルキリーと、端前来る。アイスピー、スケ、ウッド、耐える。いや、ホグ入るよ。熱い、熱い。いや、待って。もう生まれたダメージで負けるやんけ、生まれたダメージで。いや、打って、いやー、待って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 、最後、打っと転がしても、結局、250はね、ファイブでぴったりなので、勝てねえんだよ、ドリルに、マジで。いやー、ねえ、テスラが強すぎるの。また、俺と対戦してる人は、俺のテスラを強すぎとも思ってると思うんですけど、マジでね、テスラ、勝ちたいな。一回クエイク奥に打っとけばっていうシーンはね、ちょっとあったので、高めテスラで、高めテスラを封じた後、なんかいい感じのクエイクの位置ね、真ん中に置かれるか隅っこに置かれるかがわかんないから、そこをちょっといい感じできると、今のはね、ギリギリあったかもしれないね。悔しいね。ウッディ。ってことはこう書いてんか？ウッドファイブを、ロイ・ジェイ君だ。ウッドファイブトリトン・ロイですね。いや、ロイも、まあ、ちょっと大変だけど勝ちたいよねっていう。で、テスラを植えます！テスラ植えてから考えましょう。で、スケで一応カバーしてあげるか。ナイス。で、ウッド削りと。やっぱ、ホグ、片サイドだけでいいのかな。まあ、ここは一旦防衛から行きましょうかね。バルキリー痛い。まあ、ですが次テスラがあるので、でロケット押しもあるので、
あいた中身っすね。あとごぼりとか入ってんのかな。いや入ってそうっすね。さあさあさあ、テスラこれ生きてほしいね。生きてくれなきゃあのダークプリンスが厄介と。でこれめっちゃチャンスじゃない。やばい。いやまあいいかまあいいかまあいいか。あーまあ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 。さあウッドでね、削りと受けた。ロイね、ロイはね守れるんですけど、全然守れるんですけど、3倍タイムに入った時のなんかユニコストが無駄にある感じ、あれがねちょっと難しかったんですよね昨日。だから3倍タイムでエリモレをさせないように気をつけたい。まあ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 、ちょっとねロケ砲とテスラの位置が被っちゃうとファイボで一掃されるからっていうので今ああいう位置に出したんですけど、折りかな。いやーこれだ、お前今日の課題やる気ねえだろ俺っていうぐらいマジで守れねえ。いやマジクエ食ったらダメだったのか俺。いやでも意外とまだねトントンですからね。これでこれでも行くしかないよね、っていうか行きたいよね。え AM いいな。いやいいよ、でもテスラ置く。いやマジか、多いな多いな。なるほど、ね、いや痛いよ。いやいいよ、いやいいよいいよ、いい防衛してるよいい防衛してるよ。いやオッケーオッケーオッケー。で、ここでホグはダメ。絶対ダメ。よしよしよし。さあ、テスラ置く。これもまた高め取りたの厄介ですからね。さあ、アイスピで封じながら。そっちかーい。ウッドね。ウッドで。いや、いいよ。全体。ファイブ使ったし、ホグ飛ばすよね。で、まあ、ごぼうりじゃないですか。これね、完封ですからね。さあでもクエク削りで今勝ってるよ。これアイスペック削りたいね。多分ケツダックプリとかじゃない？削らしてもらって削らしてもらってマジで削り命削り命。いやここテスラもロケット押しもいるからな、削っていきやする。でロイ来てももう一回次のロケット押しもあるしね、テスラもある。よしよしよし、いやいいね。でクエクもう一生クエクじゃない、こうなったら。よしよしよし、いいね。あーってあそこのトリトンバカバカ、テスラ間に合うよ間に合うよな。さあクエク圏内、おいギリ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 だけど勝っていく。まあ勝つのが大事ですからね。一回ちょっとクエクいらなかったのかもしれないですね。あれ打ったことによって大ピンチになったので、ああいうクエク打つかどうかもちょっと気をつけていきたいね。よし、いや待ったらあれなんか今日こんな人と当たったんすよね。あのねちょっと今日の課題ロケット押しの延命全然できてないので、もうちょっと意識していきたいな。コカッちゃんです。あー高めテスラ、これがマジで課題ですね。ハシマイプリン、うん、高めテスラ高めテスラ高めテスラだけね。ウッドやっつけていいんじゃない、金ギドしてくるかな。うん、さあうん、前バル後ろスケでよかったですね。ここホグ、まあロケホでいいか。ホグ飛ばすとねバルキリホグがねセットになってるとよくロケット削りをさロケット防衛されちゃうんですよね。ロケットボーイももったいないので、あんまさせたくないよねっていう。さあ、一応クエクだけ構えて。横のテスラがね、なかなか突破が難しいよねっていう。さあ、SP 削り。端前プリン。端前プリンが嫌だよねっていう話。さあ、ウッド使っていいでしょ、別に。で、
と歩きり、同じことしていこうかな、マジで。警戒してね。いや、いい、バレるやんけ。まあ、ホグ飛ばすよね、テスラ。お、今の何やってんの、今の疑惑だろ。無理やりやん。言いなりになってんやん。さあ、ちょっと待てよ。テスラこれ、高めテスラっすね、間違いなく。じゃなきゃ、100勝てないっすね。こういうとこ。で、バルキーで壊されたりするよね。わかる、それ。よし。いや、後ろだな、これ。で、高めテスラ置いとけば、次ですね。この次の僕のホグライダーがぶっ刺さるんですよ。もしかしたらロケ削りとかもね、あるかもしれないけど、次がね、行きたくて行きたくてしょうがないよ、今。うん。さあ、あのプリンセス、プリンちゃんやだな。相手ロケ防衛絶対来ると思うんだよな。テスラ？いや、いい一発？いや、待って、なんでそれで入らないんや。どういうこと？待って。どういうこと？疑惑じゃない？てか、相手ゴブリンバレルじゃねえんだ。回転がちょっと早い、だから。ゴブリンバレルじゃなくて好きになってんだ。嫌だなぁ。エッチだなぁ、マジで。いや、プリンいっぱい来んな。いっぱい来んね。まあ、6秒高めね。いや、いいよ。全然いけるよ。左下か？あー、ロケボーイですね。オッケー、ロケットマン使わせれたら悪くはないよねって。端前プリン超警戒。よし。で、今ロケ使ったでしょ、あなた。ってことは、この瞬間にユニット1枚被ると、テスラが。いや、このウッドはなんだ俺。バカなのか、もしかして。相手はコカッちゃんだぞ。ホグ飛ばして、ちょっともうロケ削り来そうなんでね。ガン。いや、熱い。ロケを？あれだな、プリンやだな、マジ。プリンやだな。いや、プリンが強すぎるぜ。マジでプリン強すぎるんだよな。さあ、次のロケぐらいで終わっちまうな、俺の戦いが。左下。いや、いいよ。いや、いいよ。あるよ。マジであるよ。ロケット。うわ、ロケット。いや、マジでね。これ、相性悪いっす。って言いたいっすね。通んねえな。スケだったのがよくね。というわけで。まあ、もっと、今日全部通してロケ法、延命課題ね。もっともっとやんなきゃいけないですね。あと、高めテスラ強すぎんっていうので、高めテスラをもっと俺が置く意識も、やっていきたいなと思いますので、まあ、まだ始めて3日目ですけど、あともう27日ぐらいしかないので、それまでにホグもっとね、上手くなれたらなと思います。というわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価もね、よろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。